したんですか？いやさ、プロポーズの言葉ってどんなのがいいかなって。プロポーズされるんですか？そうなんだよ。そんでさ、今2つ候補があるから、そのどちらがいいか選んでくれないか？そうですね、人生に1回ぐらいプロポーズされてみるのも悪くないですね。俺のために毎朝味噌ラーメンを作ってくれないか？いや、そこ味噌汁でしょ。俺のために毎朝、どうやら私は見ていけないものを見てしまったようじゃの。うわぁっていう夢を見たんだ。なるほどの。にしてもセンスないプロポーズじゃな。マジかよ。そうですね、正直聞くに耐えなかったです。そんなに？もっと素直に彼女に対する思いを言葉にしてみたら？そうじゃそうじゃ、愛し合う男女にまどろっこしい言葉なんかいらぬものよ。付き合ってから随分経つけど、ずっと一緒にいてくれて本当俺にはもったいないぐらいだ。これ以上待たせるわけにいかないか。よし、神々だって見守りたい。次回、運命のプロポーズ牛久シャトーへレッツゴー。